こんにちは、ワンコの母ちゃんです。今日はね、クロトと一緒に、シニア犬のノーズワーク撮っていこうかと思います。実はね、今日ものすごくポカポカ陽気だったんで、昼間に公園で、家の中では母ちゃん得意のこのいつものフードダミーで、家の中ではね、くんちゃんこれ探すの得意なんだけど、公園でもできるかなって公園デビューしてみたんだけど、公園だとね、見つけるんだけど、外で食べ物を拾っちゃいけないっていうしつけが入りすぎてて、拾って持ってきてくれるのはね、まだまだ練習がちょっと必要だね。くん、おいで。くんたくん、これ。これわかる？ちょっと待ってね。覚えて、これ。今日のは、毛のブラシテールのやつね。これはあれなんだっけ、アディクションだ。覚えた？じゃあいくよ。くん、探して、探せ、おいしい、探せ、おいしい、探して、この美味しい、どこ？じゃあ美味しい、どこですか？探して、母ちゃんにちょうだい、それ、テテまでちょうだい、持ってきて、持ってきて、くん、くん、持ってきて、くんちゃん持ってきて、くんのおいしいちょうだい、くんちゃん持ってきて、ちょうだい、持ってきて、おいしい持ってきて、いきなりは難しいか、くんおいで、これね、あ、ごめん、これくんの美味しいね、はい、はい、どうぞ、くん、持って、さあ、いいか、くん、持ってきて、くんちゃん、美味しい、探して、くんの美味しい、探せ、探せ、母ちゃん持ってない、探せ、探せ、くんの美味しい、探せ、風上にやっちゃったからね、あ、違う、風下にやっちゃったの、くん、美味しい、探して、くんの美味しい、どこ、くんちゃん美味しい、探して、くんの美味しい、どこ、探して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 、そうだ、持って、くんちゃん持ってきて、ダメか、難しいね、お外だと、くん、くんたくん、くんくん、くんくん、くん、持って、持って、そう、いいか、はい、いい子、はい、くん、持って、持った、ちゃんと持って、そう、いい子、くん、いくよ、はい、持ってきて、持って、そうそうそう、くん、持って、くんちゃん持って、持って、持って、くんちゃん持って、そう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 、はい、持って、お外だと難しい、子が2006年の8月生まれなんで、今13歳と6ヶ月
なんだけど、うん、まだこれからでも新しいお勉強、このフードダミーのノーズワークの次のステップに進んでみようかなって思えるのは、やっぱり若い頃にあの物を探すコマンドだとかコミュニケーションの取り方をね、しっかり、特にくんはね、あの母ちゃんの初めての消毒、うちで生まれた子で初めてチャンピオンに仕上げた子なんで、うん、ものすごい密なコミュニケーションが取れてるし、取るように努力してきたから、いくつになっても新しいことを覚えてくれるんじゃないかなっていうのがあるんで、うん、でくんがね、うん、8歳の頃から実は目が見えてないんですよ。母ちゃんの不注意で、あのセラミックヒーターで低温やけどをさせちゃって、で外傷性の白内障ものすごく早くって、8歳でも完全に見えなくなっちゃってるね。だから余計にこういうお花の遊びは得意なんだけど、でも、うん、これできるのも目が見えるうちからあの探せのコマンドをしっかり入れていたから、うん、と目で探せなくなったら、じゃあお花を使おうかなみたいなので、かなりしっかりお花使ってくれるの。もともとお花得意なのかな、くんちゃんは。うん、これやんのね。じゃあ、くんちゃんが早くやらせろなんで、早速やっていきたいと思いますね。くんちゃんね、完全に見えてないんで、あの、隠さなくっても、ここに置くだけで、他の子にとって隠したのと同じ感じになるので、くんの美味しいどこ行った?探して。はい、手までちょうだい。持ってきて。手まで持ってきて。ちゃんと持って。そうそう、上手上手上手、いいかいいか。ちょっと簡単すぎたね、いくらなんでもね。ほら、動画撮ってるとさ、失敗したら困るなって。失敗したら撮り直し。くんちゃんが疲れちゃうかなと思うから、ちょっと簡単にしすぎた。はい、どうぞ。次はもうちょっと難しいとこしてもらおうか。じゃあくん探して。くんの美味しいどこ行った？くん探して。くんの美味しい、さあ上手。はい、手までちょうだい。はいはい、手までちょうだい。はい、お利口さんでした。もうやっぱりね、お家になっちゃうとね、もう隠すところが結構限られちゃって、あんまり重たいものの下とかはね隠せないし、だから、うん、すぐに見つけちゃうから、お外で広いところで探させてみようかなと思ってお外連れてってみたんだけどね、見つけるんだけど持ってくるができないんだよね。これが可愛いんだよね。出てまでちょうだい。そう、じゃあ、はい、じゃあこっち。そう、いい子さんでした、ね、うん、でも、うん、サーチ自体はお外でも楽しそうに集中してやってくれたからね、お外でも持って声ができるように練習しようね。食べ物じゃない方がいいのかな、ワンちゃん。ハーブとかの方が持ってこれんのかね、あんたは。探して。同じとこには隠さない。そうだ、上手。
こんな風にね、本当お花を使った遊びっていくつになってもワンちゃん楽しんでくれるんで、目が見えるうちにしっかりと探すんだよっていうコマンド、あと今くんちゃんもう見えないから本当真っ平らなところでしかやってあげられないんだけど、目が見える子ならね、本当お山とかでやっても楽しいんじゃないかなって。これがフードサーチが上手になったらハーブなんかにしてみてもいいだろうし、母ちゃんはシニア犬たちといくつになってもコミュニケーションをとっていたいので、ボケてほしくないので、まあ年取っちゃうとしょうがないんだけどね。でもやっぱり一番切ないのはさ、母ちゃんを母ちゃんって認識してくんなくなっちゃったら結構きついだろうなと思うから、頑張ってこうやってうちのやつらには脳トレをしてもらっています。参考になったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ワンコの母ちゃんでした。あ、違った、ワンコの母ちゃんとまだまだ若いもんには負けない家のくんちゃんでした。